バベル裁判所。俺の名前は笠切智也。おっと危ない、2号艇止め崎アクシデントです。何やってやがる、お前船がダメなら泳げ。こんななりだが、俺は法曹界にその名を轟かす無敗の弁護士だ。3年前まで俺は日本一と名高い大手ファームに在籍していた。むちゃくちゃだ、あんな論理でむちゃくちゃ結構。勝利の女神は俺を見て爆笑してるぜ。裁判で金玉が縮み上がるような面白い戦いを繰り広げた。しかし楽勝、連勝を重ねすぎた俺に戦いを挑む者はいなくなった。なんとかこれで手を打っていただけませんかね。拍子抜けした俺は大手ファームを辞め独立。先生、依頼人来てますよ。話せ G1 が。ギャンブルの種銭を稼ぐために案件を受けているという低たらくだ。そこにいたのは決体なババア、改めなんとも気の強そうなご婦人だった。で、何の要件でしょ。モスモスバーガーを訴えたいんです。こんなうめえのに。モスモスバーガーは国内大手のハンバーガーチェーンである。彼女は俺の袋を睨みながら語り始めた。ある日彼女はモスモスバーガーのドライブスルーを利用した。お待たせいたしました。暑いのでお気をつけください。ありがとうね。コーヒーを受け取り駐車場で一時停止。甘党な彼女はシュガーとフレッシュを3つずつ入れる。その時だった。暑い。なんとコーヒーをこぼしてしまった。すぐに脱衣し病院に向かうと3度の火傷だと診断された。何もね、私は火傷による賠償金が欲しいわけじゃないのよ。これからもね、私みたいな被害者が出て欲しくないの。治療費の請求とコーヒーの温度を下げるよう文書を送ったところ、モスモスバーガーに突っぱねられたそうです。くだらねえ。するとおばはんは豹変。なんなのよその舐めた態度は。私がかわいそうだと思わないの。思いませんね。こぼした方の自業自得じゃないですか。それに治療費の請求、そんな金にならん裁判は受けるだけ無駄。なーによこの男っき。先生。それから彼女は口汚く罵り帰っていった。時は流れ、おばはんのことなど頭から消え去った頃、先生はこの方覚えてますか。な、このババア。なんとモスモスバーガーを訴えて治療費どころか慰謝料1000万円をもぎ取ったとニュースになっていた。そしてタイミングを見計らったようにモスモスバーガーの役員が事務所に。我が社は控訴する方針でして。ええ、私に任せなさい。モスモスバーガーは大手企業だ。成功報酬が非常に美味しい。なるほど、コーヒーがあまりに熱すぎたと。原告側は停車中だったそうで、非常識な温度のコーヒーだとして我が社は敗訴しました。さすが高山弁護士です。またバカ山かよ。先生はそうおっしゃいますけど、あの人は優秀な方ですよ。そうですよ、我々の法務部だって半端な人材ではありません。まあまあ任せなさい。先ほどから話に出ている高山というのは高山秀俊のことだ。こいつは俺の司法試験の同期で、俺をいつもライバル視してくる鬱陶しいやつだ。今は俺がいなくなった大手ファームでエースの座についてるらしいが、全く俺の相手ではない。そして裁判当日、裁判所に出向くと遅かったな笠切、まさかお前が出てくるとはな。ついにお前を打ち滅ぼせる日が来るとは、なんという神のおぼし召し。お疲れ様です。無視するな笠切。邪魔な顔だな。そして海底、予想通りバカ山は温度について言及してきた。ホットコーヒーの温度はかなり高く、危険と言っても過言ではありませんでした。そうよ、ありえないわ。ホットですからね。専門家に調査を依頼したところ、82度のお湯を皮膚にこぼしてしまうと約15秒以内には3度熱傷になってしまう。現に原告は太もも上部と腹部に熱傷を負っています。さぞ苦痛を味わったことでしょう。本当に熱くて熱くて。
何度も申し上げている通り、ホットコーヒーは熱いものです。モスモスバーガーのコーヒーは他のファストフード店のものと比べても特段熱いものではありません。こちらをご覧ください。客からのアンケートです。アンケート結果からも分かる通り、コーヒーは適切な温度を保ってました。熱すぎるというクレームが700件以上来ているのはどう考える？10年間で25億杯も売れているその中で、たった700件のクレームだ。確率にして357,142分の1、そんなものはないに等しい。こちらの反論に旗色が悪いと見て、高山は切り札を切ってきた。ご覧ください、原告のこの火傷跡を。これはさすがに確かに熱すぎたのかも。おばあちゃんかわいそう。痛々しい火傷跡は効果てきめん。一気に形勢は不利になった。火傷だけではなく、原告は心にも傷を負いました。私は熱くなった体に我慢できず、獣のような男たちに見られながら服を。誰がお前みたいな枯れたババアの裸を見るか。お前がコーヒーこぼしてわめいてるから物珍しくて見てただけだろうが。しかしこの不用意な発言が思わぬ波乱を生んだ。コーヒーをこぼして1000万円の賠償請求が通るというセンセーショナルな一審を受けて、傍聴人席には多数の記者がいたのだ。コーヒーをこぼして1000万円の賠償請求、おばあさんに心ない声を浴びせるモスモスバーガー。殺人コーヒー。モスモスの弁護士もやばい。女性蔑視すぎ。マジですね。フェミニストからの後押しを受けて、俺やモスモスは大炎上してしまった。とうとうモスモス不買運動にまで発展し、店内にはカンコ鳥が鳴いた。もはや彼女と争うこと自体がデメリットになっていた。控訴取り下げたい。先ほど十勝氏から連絡がありまして。ふざけんな。あのばあさんからケツまくって逃げろってか。世論が完全に原告側の味方です。裁判官も一審を覆しにくいはずです。それにモスモスももう完全に弱気です。よう、あのばあさんの落ち度をアピールすりゃいいんだ。そうすりゃ世論もひっくり返るぜ。でもそれじゃあ一審の二の前におばあさんも停車してたっていうし。うわっ、何やってんだかやがめ。すみません、会話に気を取られちゃって。お前のせいでバーガーもポテトも大パーティーじゃねえか。ったく気をつけろよ。いや待てよ、ずっと引っかかってたんだ。ただこぼしただけで腹部まで火傷になるかと。そして迎えた裁判の日。すっかり油断している高山とばあさんに俺は反撃を開始。これは首都高に設置された速度を落とさせるための減速台です。ここに速度を落とさず進入すると車体が跳ね上がることになります。それが何か。モスモスバーガーの近くの道路にもこれがあります。もしここに進入した時、膝にコーヒーなんかを挟んでいたらどうなるか。当然下からの力がかかり、コーヒーは上に跳ね上げられる。普通なら膝から下にかかるはずのコーヒーは上半身にかかることになる。実験したところ、原告の火傷箇所である腹部にコーヒーがかかるには時速50キロで減速帯に進入しなければならない。つまり原告は50キロで走行していたという証拠だ。コーヒーの温度以前にこぼしたことの過失は完全に原告にある。異議あり。原告が停車してコーヒーを飲んでいたことは複数の証言によって認められています。こちらをご覧ください。どうしてこんなものが。証言と写真による証拠、どちらの方が信憑性があるかは一目瞭然でしょう。そして判決、原告側の過失が相当あるとして請求を棄却する。おととい来やがれ。ふざけんじゃないわよ。私は火傷させられたの。お金もらうのは当然の権利よ。話せ。ブチ切れまくったばあさんは警備員に退廷させられていった。ああ、面白かった。見たかよ、あのバカ山とゴーつくばりなばあさんの顔。スカッとしたぜ。最初はコーヒーの温度を下げてほしいだけなのとか言ってたくせにね。笠桐さん、言い過ぎですよ。というか、あんな証拠どこで見つけてきたんですか。まあ、ここで止めてくれ。諸君、これでも食らいたまえ。私からのささやかなお礼だ。まさかさっきの映像って。ああ、こいつら走り屋が面白がって録画してたのさ。それってたまたまってこと。うんぷてんぷだけじゃねえよ。これだから裁判は面白い。実際のアメリカでもホットコーヒーで火傷したとして数億円という賠償金の支払いを命じる裁判があった。
これは懲罰的損害賠償としての側面が強く、消費者の安全を軽視した大企業への戒めとなる判例として今もなお記憶されている。さらに本編で登場したジャンプ台も辰巳ジャンプ台と呼ばれ、日本に実在している。実際に走り屋の格好の遊び場として問題になっている。皆さんはくれぐれもご注意を。次回のバベル裁判所は、一人で最強麻薬組織に挑んだオカン、娘と息子とメキシコの危険な地域で暮らす心優しきオカン。ある日娘がいなくなってしまう。オカンは血相を変えて探し回る。オカンと娘は幸せになれるのか。衝撃の結末を。チャンネル登録して見逃すな。